なんとお茶ちゃんも第7回。今回は2019年の夏を振り返る祭り、祭り、残酷祭り。高橋陽子のお茶の間チャンネル、陽子の楽屋、略しておちゃちゃん。なんだこの譲り合い。はい。はい。全然わかんない。全然わかんない。今日のお題をお願いします。はい、本日は、はい、新宿で感じゃって。ちょっとすみません。一旦水飲んでいいですか。水飲んでたかったね。飲んでいいよ。飲んでいいよ。ありますあります。はい、じゃあですね。本日は2019年の夏を振り返る、西武新宿の、ペペというビルの2階ぐらい、バルコニーがありますね。たびたびオープニングイベントとかリリースイベントをやらせていただいているところに、我々も参戦しようということで、初めてそういったところをやらせていただくことになりました。マスコミもいっぱい来てくださったりとか、ニュースにも取り上げてもらいましたね。すごい取り上げてもらいましたね、今回ね。ですよね。選挙カーがバンバン走った1週間があり、1週間があり、はい、新宿のあの土地もすごかったです。すごかった。そして挙げた選挙は終わった。陽子は選挙っぽくドーン飛び出してたと思ったら、いきなり噛んだ。あれ舞台裏のスタッフも全員ちょっとかくってそこなのかなってなって。そうなんですよ、でそれがね、またねテレビで流れちゃった的な、ね、ご通行中の皆様お疲れ様でございます。これは選挙演説ではございませんので、どうぞミニライブ楽しんでいってください。私に帰りなさい、国内では今日初披露となります。残酷な天使のテーゼを話題と、この空を抱いて輝く少年吉馬になれ。その後ですね、はい、ま、いよいよ本当に盆踊りに行くっていう、はい、あの楽曲が、日本盆踊り協会というところの、まあ、お声掛けで、いろいろなことがスタートしたもので、夏のリアルな盆踊りにも出ていく機会を、得た感じです。まずは丸の内盆踊り、うん、その後は青森のねぶた祭り、ねぶた、また東京に戻って中野盆踊り、中野駅前盆踊り、あの丸の内盆踊りのシチュエーションはすごく美しかったですね。東京のバックね、矢倉の上で、あ、そっか、生まれて初めて陽子を歌いました。あの正方形ですね、はい、そうですね、凄まじく正方形、矢倉の踊りは正方形、踊ったのも僕ら初めてです、ね、本当に初めてです。一体あのリハーサルの時に上がって、揺れるかな、揺れますね運命さえまだ知らない、盆踊りの踊りを皆様と踊りたいということで、お二人に説明をしていただきながら振りの解説をし、一旦やってみて、その後陽子さんも一緒に歌ってやってみるという。あ、結構みんな踊ってくれます。踊ってくれましたし、まあ、何より教えてる僕らも楽しかったです、うん、やっぱみんながすごいリアルに反応いっぱいくださるので、ね、ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。その後行きましたよね。青森は遠い、遠かった。でも本当にあの長く新幹線に乗って行った甲斐があったぐらい、あの地元のいろいろな空気に触れさせていただいた。私生まれて初めてのねぶただったんですよ。でまさかあの距離感で、であのぶっちゃけ話をしますとですね、私あのねぶたでなんかこうテレビに一緒に出させていただけるというお話だったので、てっきりね、思い込みですよ私、まあ、よく読めば書いてあったんですけど、私はそのなんかこう皆さんと一緒にこう動かないでスタジオで見るのだと思ってたんですよ。思い込んでましたよね。そうなんか、あれ中継そう中継すんのってなって、まあ格好も羽根とあの羽根とっていうね、向こうなの羽根との衣装ね、超人と書いて飛ぶ人と書いて羽根と着させていただいて、
で、あの中継、はい、いや似合ってましたよ。ありがとうございます。あの、うん、モニターをしてあのスタジオとの中継するんですけど、現地音が大きすぎて全く聞こえないんですよ。だからもうなんかどういう感じで進行していくんですか。なんかわかんないけど、あーって言ってお祭りはすごい盛り上がってるから、ね、もうラッセラーラッセラーみたいになってるでしょ。で、うわーとかなって、で、あの現場の高橋さんみたいな、うわーとかなって、もう壊れたおばさん、なんかあんなクレイジーな陽子さん見たことない。そう、笑いながら後ろに下がってる。中継の入りがまずそれだったから、だって楽しい、カメラから遠ざかった感じで見てことないから、ほら、クレイジーですよね。慣れてないからさ。陽子さんのレポート盛り上がりましたけど、前夜祭のステージではね、ちゃんと祭りスピリットを披露して、そうですね、お出しもらいましたね。月明かりが映して世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、青森では2会場でサイン会を開催。とんでもない数のお客様たちがご来場、大いに楽しんでいった。